みたいにペイント内をアタックしてくるのが大事ですね。このスリーポイントも決まる渡辺弘典。ペイントで得点するというのは非常に効果的ですよね。ここも狙い打った、決めた。インサイドか、それともアウトサイドか、今1対1の状況から狙い打つ渡辺弘典、スリーポイント。もう第3クォーターは20ポイントを超えている宇都宮、切り裂いていったのは渡辺です。中村ディフェンス、パスコートは渡辺。ヒーラーからのパス、渡辺。今はどこからパスをしたんでしょうかね、ヒーラー選手がね。そうですね、